こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、宅建合格するための7つの秘訣の6番目、実行についてお話しさせていただきます。5番目の動画で、計画の立て方をお伝えしました。で、計画立てたはいいけれども、勉強できなかったら意味がないですよね。なので、計画を立てて、その計画に従って、実際に勉強に取り組んでいくためには、どうしたらいいのか。計画倒れしないために何をすべきなのか、こういった点をお話しさせていただければと思います。まず重要なことなんですけども、計画表はできるだけ毎日見てほしいんですね。そして今日やるべきことは何なのかということがちゃんと頭に入っている状態を作ってほしいんですよ。例えば今日は意思表示の問い1から問い10までやろうとか、もしくは意思表示のこの部分のテキストページを全部読もうとか、そういうふうに今日やるべきことが明確になっていて、それが頭に入っているってことがすごく重要なんですね。これが頭に入っていないと勉強の方に、気が向かないんですよ。で、結局寝る前になって、ああ今日勉強しなかったなっていった感じで一日が終わっていくということになりますので、毎日今日何をすべきなのか、何ページから何ページやらないといけないのか、問題で言ったら問い何から問い何までやんなきゃいけないのか、ここがちゃんと頭に入っている状態を作ってもらいたいんですね。そのためにどうするかというと、計画表を頻繁に見る、もしくは計画表を常に見れるような状態にしておくってことがすごく重要です。もしあなたがスケジュール管理を手帳で行ってたというのであれば、できれば手帳に計画表を挟んでいたりとか、ちょっと手間かもしれないけれども、手帳の中に何月何日には P 何ページから P 何ページ、その翌日は P 何ページから P 何ページってもう事前に書いておく。例えば1週間分書いておくとか、もし、スマホで計画管理をしている、例えば Google カレンダーを使っているとか、まあそういった場合だったらそこに記載をしておく。これも一つの方法です。またはもう計画表を常にポケットに入れておくとか、計画表を Excel で作ったのであれば、それを印刷をしてそれをポケットに入れておけば、まあ、今日何すべきなのかっていうのが分かったりしますよね。あとトイレにも1枚印刷しておけば、トイレの座った前のところに貼っておけば、あ、今日何すべきなんだなっていうのが朝それで分かりますよね。そういうふうに確認するっていうのも一つです。もしくは自分が使っているパソコンの空いたところに、まあ、これぐらいのね、手のひらサイズの付箋に、まあ、1週間分の計画を書いて貼っておくとか、まあ、今日やるべきところだけ貼っておくとかしておくのもいいと思います。これらっていうのは今日何をすべきか、今日何ページから何ページやらないといけないかっていうところを意識させるための方法なんですね。これがまず第一歩になります。次の段階は何時から勉強を開始するかっていう段階に入ります。これは、一番最初の動画ですかね、勉強時間の作り方のところでも解説した内容なんですけれども、勉強できる時間帯っていうものを書き出していただきましたよね。その時間にその場所に行くっていうところが重要になってきます。もし自分のライフサイクルの中にその場所に行くっていうのが組み込まれているのであれば、そのもう場所に行くわけなので、あとはまず第1問を行うと、1ページを行うみたいな感じでいいです。例えば勉強場所が駅のホームの待合室だと仮定しましょう。毎日出勤はするわけですよね。出勤するときに毎日同じ駅を使うはずです。そしてそのホームには待合室あります。だから毎回そこは通るわけですよね。毎日通るわけですよ。ってことはもう必然とその場所には行くわけだから、あとはそこの待合室に入ってまず第1問解く、まず第1ページだけでも読む、今日やるべきところの1ページだけでもやる、ここまで進めることが重要なんですね。そして1問やると意外とですね、2問3問やれたりするんですよ。まあもちろんね、5分しかありませんっていうのであれば、その5分の中でしか勉強はできませんけれども、例えば30分あるというのであれば、1問やっただけだったらおそらく2分とか3分で終わる。でも1回やり始めると意外と2問3問4問で続けてね、できたりするんですよ。なのでまず勉強場所に行って、まず第1問第1ページだけでも読む、読み始めるっていうところがすごく重要なんですね。これは特にやる気がない時なんですよ。やる気がある時っていうのはこんなのしなくても勉強場所行って勉強するんですよ。でもやる気がない時、こういった時っていうのはやっぱりね、めんどくさかったりするんですよね。先ほどの事例で言うと、駅のホーム毎日使ってますよね。通勤電車で使うのであれば毎日行きます。でも待合室に入って1問目このテキストを開く、問題集を開く、これができないんですよ。でも
これができて1問目を 解き始めると意外とねできたりするので、やる気がない時こそぜひ行っていただきたいんですね。まず1問、まず1ページ、もう1ページとは言わないです、1行だけでもいいです。1行でも読んでいただいたら意外と2行読んだりするんです。そうすると3行4行って読んだり、ね、読み進めたりするので、少しだけでもまずやっていただきたいです。これは自宅で勉強する場合も同じです。自宅だったら誘惑たくさんあります。テレビ見たくなったりとか、布団があるから布団でちょっと寝転がったりしようかなみたいになっちゃうんですけれども、そういった時も勉強する時間帯を決めたのであれば、その時間にその場所に行って、例えば机だったらその机の前に座って、まずはテキストを開く、問題集を開く、そして1行でも読む、これをやってほしいんですね。今日やるべきところが10問あった、10ページあった、こういった時ってやる気がない時は、うわ10ページってきついな、10問ってきついなって思うけれども、とりあえず1問だけでもいいや、1行だけでもいいやっていう気持ちで取り掛かる、これをやると意外と2問3問できたりするので、ぜひ試していただければと思います。今日できたらぜひ明日も行う、明日もできたら明後日も行う、そして1週間ぐらいやるとこれ習慣になってきますので、1週間だけでもちょっと頑張ってやっていただければと思います。で、習慣が崩れたらまた戻すのっていうのが、ちょっとエネルギー使うんですね。だから習慣になったらその流れでそのままできるだけ続けていただきたいんですね。できるだけ習慣は止めずに、いい習慣は続ける、これをぜひ行っていきましょう。そして次は最後の動画です。確認っていう段階ですね。この確認が非常に重要になってきます。なぜかというと、とりあえず勉強を始めた、で1週間2週間勉強できたけれども、これまでお伝えをした7つの秘訣の大体どこかができていなかったりするんですね。一番最初でもお伝えをした通り、7つの秘訣のこの7個の要素っていうのは全て重要で、1つでも欠けてしまうと実力上がってこないんですよ。なので定期的に確認作業をして、ちゃんとこの7つできてるかなっていうところを確認するってことがすごく重要なんですね。で、さらにはブラッシュアップをかけていく。例えば勉強時間で言えば、これまでは1日1時間しかできていなかったけども、1日1時間15分、プラス15分できるんじゃないのか。こう考えて、どこかで15分抽出しよう、どこか15分見つけて、これまでよりも少しだけでも多く勉強しようってやっていくと、さらに勉強が進みますよね。あと理解学習の部分もそうですね。本当にちゃんと理解学習できているのか。おおよそですね、これまでと同じような勉強の仕方で勉強しちゃうんです。人は習慣を変えるのがすごく苦手なんですね。で、これまでと同じ習慣でやってた方が楽なんですよ。だから勉強の仕方も、これまでの丸暗記学習をやってる方が楽だから、意識してやっていないといつの間にかまた丸暗記学習に戻っていくんですね。初めは理解しようと思って勉強してたけども、いつの間にか丸暗記に戻っていた。これよくあることなので、まあそういった部分を踏まえてやっぱ確認作業は必要なんですね。なので、この確認作業についてもっと細かく次の動画でお話しできればと思っております。次の確認作業、最後の動画です。非常に重要な内容なんで、ぜひ最後の動画もご覧いただければと思います。そしてこれまでお伝えをした7つの秘訣の1から5までの動画もまとめてありますので、それはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときます。まだ見ていない、あ、ちょっと気になる動画あるなっていうのであれば、ぜひそちらもご覧いただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。